アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型スペーシアカスタム用の LED 商品を紹介します。はい、ということで新型スペーシアカスタムオーナー様大変お待たせいたしました。まずは新型スペーシアカスタムの商品ですね。LED 商品から発売しましたので紹介していきたいと思います。この後もですね、続々と商品発売しましたらば随時当チャンネルで紹介していきますのでチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。 今回ですね、当店のデモカーの新型スペーシアカスタム XS ターボになりますが、こちらで LED 商品紹介します。新型のスペーシアカスタムはですね、ルームランプが純正で LED バルブが搭載されています。カスタム以外のグレードですと電球バルブになっています。ただし、この純正の LED は LED バルブ、電球タイプのようなバルブになっています。 今回専用の LED ルームランプ、この後紹介していきますが、これはもっと広範囲に LED のチップが並べてありますので、発光面積がとても広くなっています。このあたりのですね、点灯状態の比較も紹介したいと思います。それから今回ルームランプセットで紹介します。 フロントのルームランプと中央にあるルームランプ、それからラゲッジルームランプも全てセットになっていますので、この商品を一つ購入していただければ、全て室内は全部変えられるという商品になっています。ただし、こちらもですね、グレードによってはラゲッジルームランプそのものが搭載されていないグレードもあります。ですが、こちらはルームランプセットでの発売になりますので、ここはあらかじめご了承いただければなと思います。 さあ、それ以外は、今回新型はですね、フロントのウインカーは LED 化されましたね。ですので、リアウインカー、そしてリバースランプ、さらにナンバー灯、このあたりが電球タイプになっていますので、これらすべて LED 化できる商品となりますので、この後詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ、それでは純正の状態をまず確認していきたいと思いますが、ルームランプ、こちらはカスタムになりますので、このように。 LED バルブが標準で備わっている状態になります。ただし、映像ではわかりにくいんですが、はい、こういったようにですね、中央にバルブが備わっているんですけれども、その電球タイプと同形状のものになっていますので、肉眼で見るとこのようにスポットで明るくなるんですね。レンズはこれだけ大きなものになっているんですけれども、中央にスポットでついています。これが、 こちらの中央のルームランプも中に入っているのは電球タイプと同形状のものになっていますので明るいところがこちらもスポットでつくような状態になります LED の光になりますので白い光で上質な感じは出ているんですがただ少しやはり肉眼で見ると暗いですね車内の方はこういった状態です電球バルブよりは上質な空間になっています るんですすがが後部座席足元を見てもこれは少し暗いいなという感じがあります続いてラゲッジルームランプです。純正の状態は、はい、このように電球バルブになっていますので暖色ですね。今建物の中少し明るいんですがとはいえ全体的に暗いなという印象でさっきはとても気になります。 こちらも専用の LED バルブに交換していきます。続いてナンバー灯です。こちらも純正はこのように電球バルブになっていますね。暖色の明かりになっています。ぼんやりついているような感覚ですよね。スペーシアカスタムはスモールランプが LED になっています。そしてテールランプもこのように LED になっていますね。そこにこのナンバー灯、少し残念な気がします。 ここは LED の白い光に変えたいところですよね。こちらも交換していきます。続いてリアウインカーとリバースランプになりますが、まず消灯時の状態ですね。上がウインカー、下がリバースランプになります。このウインカーのオレンジ色がリフレクターに反射するのがとても気になるザッキーです、はい。こちらが点灯状態になります。ウインカー。こちら今ハザードランプを点灯していますが、この点灯の仕方ですね。 ぼんやりついてぼんやり消える電球バルブならではの点灯の仕方をするんですけれども、ここは LED に交換して、歯切れのいい点滅動作にしたいですね。リバースランプも電球タイプですと、真っ暗なところの交代時は少し心細いので、そういった時でも明るく白を照らしてくれるようになる LED バルブに交換していきます。 今回取り付けします LED ウィンカーバルブ。こういったシルバーボディになっていますので、このリフレクターの映り込みがなくなってとてもスタイリッシュになります。この LED ウィンカーバルブは明るさ調整機能がついています。隙間から LED のチップが縦に2個並んでいるのが見えるかと思いますが、このスリットの部分、このようにスライドすることができます。今度は1個になりました。この1個は全部このように顔を出すことになります。ですから2個の状態。 そして、1個の状態。さらに、なし。これはもう余韻で光る。漏れた光を利用して、点灯させる。こういったように、2個だと明るくて、1個だと中間。そして、もっと暗く点灯させることもできます。このように明るさが調整できます。2個の状態ですと、純正の電球バルブよりも明るくなります。この後、実際に取り付けしてご覧になっていただきます。 はい、こちら LED ルームランプセット交換取り付け後の状態になります。だいぶ明るい車内になりました。純正の LED バルブの状態とは違いますね。フロント側かなり明るいです。そして照らされている部分もはっきり認識できる明るさですね。暗かった後部座席も足元もこんなに明るくなっています。背もたれの部分もこれだけはっきりとわかります。上質で明るい車内になりました。 さあ、だいぶ明るい車内になったんですが、これがですね、純正のスペーシアカスタムに装着されている LED バルブになります。ですからカスタム以外で純正アクセサリーで LED 化すると、こちらのバルブが装着されることになるんですが、光る面はこの面ですね。こちら側は基板の面になっていて、実際光る面はこちら。LED チップが2つよく見ると、中に入っています。 これが純正の LED バルブ。そして今回今取り付けしたのがこちらの基板タイプの LED になります。ここに並んでいるものすべて LED チップになりますので、先ほどのフロント側、こちらフロント専用になりますが、フロント側のレンズいっぱいいっぱいにですね、LED チップを並べた状態になっています。そしてこちらが中央のルームランプ用になります。こちらも可能な限りこういった専用の形状にして、 LED チップを並べていますので、これによってあの明るい車内になるということになります、はい。ラゲッジルームランプ交換後の状態です。こちらも白い明るい LED で美しく照らしています。明るくなりましたね。ラゲッジルームもこのように見やすくなりました。はい、これでルームランプセットフロント、そして中央、リア側ですね。それとラゲッジルームと 明るい白い光で統一されてとても良くなりました。はい、続いて LED ナンバー等に交換した状態になります。こういったように明るくて白い輝きになると新型車らしくていいですよね。ナンバー等もザッキーとてもお気に入りです。リアビューもテールランプが LED になっていますので全体のまとまりもいいですね。はい、では続いてリアウインカーとリバースランプこちらを紹介しますが 向かって右側の運転席側が LED 商品を取り付けした状態になっています。対して助手席側はこちらノーマルのまま電球のバルブになっています。これでそれぞれ点灯させると比較ができます。では、まずはウィンカーを点灯します。ハザードランプを点灯した状態ですが、ご覧のように運転席側のウインカー、とても明るく点滅しているのがわかると思います。そして、この点滅動作ですね。 助手席側の電球の光り方と比べると明らかにわかります。歯切れのいい、パッとついてパッと消える点滅の仕方になっています。明るさもですね、いわゆる抜光ではなくて、この美しいアンバーの色合いですね。色味にこだわっている LED ウィンカーパルブになっています。先ほど明るさ調整機能の話をしましたが、今、 この運転席側に装着されている状態は一番明るい状態です。ですので LED のチップが2つスリットから出ている状態ですね。一番明るい状態で装着しています。はい、続いてはリバースランプバルブになりますが、こちらはもうはっきり違いがわかりますね。運転席側は明るく点灯しています。純正のバルブに比べると明るさが全然違いますので、夜間の交代時とても安心です。 ドアミラーなどの目視による確認はもちろんなんですが、ディスプレイに映るバックカメラの映像、こちらも真っ暗なところですと、はっきり映像がわかりますので、夜間の交代時は安心です。はい、それから消灯時のウィンカーの状態ですね。こちら助手席側はノーマルになっていますから、オレンジ色、電球のオレンジ色がリフレクターに反射していますので、オレンジ色に見えています。対して運転席側をご覧ください。 シルバーボディで映り込みがありませんので、スッキリとした状態ですよね。とてもスタイリッシュです。近くで見るとこういった状態です。リフレクターにオレンジ色が映り込んでいる状態ですね。これが運転席側ですとこういった状態になります。映り込みがありませんので、スッキリとした印象です。こちらの LED ウインカーバルブですが、冷却ファンが内蔵されています。静音タイプとなっていますが、灯体自体、 ウィンカーを動作させているときですね。熱を帯びてきます。その熱を放熱するためのものになりますが、長時間点灯させていると高温になってきます。高温になってくると保護回路が働いてハイフラッシャー現象が起こります。早い点滅ですね。その場合にはウィンカーを戻して冷めるとまた通常通り復帰します。このデモカーに装着した状態でウィンカー ハザードランプではなくてウインカーを動作させた状態で何分でハイフラ現象になるかテストしましたが15分経過してもハイフラッシャー現象が起きませんでしたのでテストを中断しています実際に車を使用していて15分例えば右折レーンでウインカーを上げ続けるというそういったシチュエーションはあまりないと思いますが 個体差がありますので、もし万が一長時間点灯させたことによって、ハイフラッシャー現象が起こってしまった場合には、一旦ウインカーを戻して冷却させてください。冷めるとまた通常通り元に戻ります。はい、それでは各種交換方法をこの後紹介しますが、今回紹介します商品の交換場所はすべてこちら、車載されております取扱説明書。こちらにも記載されております。 例えばルームランプのレンズの取り外しですとかリアのコンビネーションランプの取り外し方など交換方法が書いてありますのでこちらも参考にしてくださいこの後は実際に映像で交換方法を紹介しますのでご参考くださいはいそれではルームランプの交換をしますまずはフロント側になります交換にあたってこのレンズを取り外していきます はい、続いて、純正のバルブを抜き取ります。はい、では続いて、LED ルームランプセットのフロント用、こちらですね。これの端子を、こちらに差し込みます。向きがありますので、一旦ここでスイッチを入れてみてください。はい、このように点灯すれば、プラスとマイナスが合っています。点灯しなかった場合は、プラスとマイナス逆ですので、入れ替えるために、一度抜いて、端子を反転させて、また差し込んでください。 そして点灯チェックですね。はい、では今着きましたので、この状態で、こちら付属のクッションテープ、こちらの剥離紙をめくって、ルームランプの向かって左助手席側ですね。こちらにこの位置へ貼り付けます。これは高さ調整のために貼り付けますので、この部分はですね、こういったように段差になっていて、このまま密着しますが、こちらは浮いてしまいますので、 そのために、このクッションテープを貼り付けます。貼り付けましたらば、もう一方の剥離紙をめくります。はい、そしてルームランプの基板の裏側の剥離紙をこのように剥がします。あとは、この形状に合わせて、はい、このようにぐっッと貼り付けてください。一番内側のハウジングです。ですから、これから、 レンズを取り付けますので、そのレンズの入る部分ですね。こちらに段差がありますが、ここには乗らないようにしっかりバランスを調整して貼り付けてください。貼り付けましたらば、レンズを戻していきます。はい、これで取り付けが完了です。それではリア側の交換方法になります。フロントと同様にレンズを外して純正のバルブを抜き取ります。 はい、そして LED ルームランプセットのリア用の端子を差し込みます。ここで一度スイッチを入れて点灯チェック。はい。今つきませんので、プラスとマイナスが逆になっていますので、一度抜き取って、180度回転させて、もう一度差し込みます。そして点灯チェック。はい。今度はつきますので、この状態で正常になります。そして今度は付属のスポンジ、片側の剥り紙をめくって、 この位置に貼り付けてください。ちょうど端子を差し込んだ部分の出っ張っている部分になります。貼り付けましたらば、剥離紙もう一方の方をめくります。そして LED の基板側、基板の裏面の剥離紙も剥がします、はい。そしてセットしていきます。 少し先ほどのスポンジの部分がですね、押されますが、この後、レンズを戻すとしっかり粘着しますので、これでレンズを戻していきます。はい、これで取り付けが完了になります。ラゲッジルームランプの交換方法になります。まずはレンズを取り外します。はい、続いて、コネクターを取り外して、 ラゲッジルームランプのユニットを取り外します。そうしますと、こちらに純正の電球バルブが挿してありますので、こちらを引き抜きます。LED ルームランプセットのラゲッジオ LED バルブ、こちらを取り付けていきますが、この黄色い丸い部分が4つ並んでいるのが発光する部分になりますので、こちらに取り付ける際には基板が見える方を手前にして、 このように差し込みます。ここで一度、コネクターを元に戻したら、スイッチをオンにして、点灯チェックをします。点灯するのが確認できましたらば、内装パネル側へ戻して、これで取り付けが完了になります。ナンバー灯の交換方法になります。ナンバー灯はこのまま外側から交換することができます。こちらがナンバー灯になっています。ドーム型のレンズになっていますので、そのドーム型のレンズを持って、 半時計回りにひねると、このようにレンズが取り外せます。そうすると、今度は電球バルブが顔を出しますので、その電球バルブをこのように抜き取ります。次にナンバーと LED を電球バルブを抜き取ったところに差し込みます。少し狭くてやりにくいので、注意して作業してください。端子の向きは縦になります。奥までしっかり差し込みましたらば、一度 スモールランプを点灯させて点灯チェックをします。今つきませんので、プラスとマイナスが逆になっているということになります。一度スモールランプをオフにして、再度ナンバーと LED を抜き取りましたらば、180度回転させて、もう一度差し込みます。これでプラスとマイナスの端子が入れ替わりますので、また奥までしっかり差し込みましたらば、もう一度スモールランプを点灯させて点灯チェックをします。 はい、そうすると、このように点灯しますので、最初に点灯しなかった場合はですね、端子を入れ替えて、もう一度差し込んで点灯チェックをしてください。点灯の確認ができましたので、先ほど取り外したドーム型のこのレンズを戻していきます。このレンズを戻す際も、見えない部分になりますので、戻しにくいんですが、レンズをよーく見ると、このように穴が開いている部分があります。これは中に水が入った時や水滴がついた時に、 ここから抜けるようになっているドレーンになりますので、従って下向きになります。ついた状態が真下になるようになりますので、先ほど半時計回りに回して外しましたから、この状態になります。この形状を確認しながら、レンズを戻していくとしっかり収まる部分が出てきますので、今度は時計回りにレンズをひねると装着することができます。このようにして交換してください。 はい、それでは LED ウィンカーバルブとリバースランプ LED の交換方法を紹介します。それぞれの商品になっていますが、交換取り付けする際はこのテールランプユニットを取り外すことになりますので、同時に交換する方法を紹介します。はい、では交換にあたりまして、まずはバックドアを開けます。続いてテールランプユニットを取り外しますので、お約束の養生をしていきます。 はい、こういったように取り外す際の反動で万が一ボディ、塗装面に傷が入らないようにしっかり養生をしておきます。車体側、そしてレンズ側にも養生しておくと安心ですね。で続いて、こちらの2箇所のボルトを緩めて取り外します。これは10ミリのソケットドライバーですとかラチェットを使って外してください。 はい、続いてテールランプユニットを取り外しますが、しっかり持って手前に引っ張ると外れます。はい、このようにして外してください。あとは裏側がこのようになっていますが、こちらがウィンカーバルブのソケット。こちらがリバースランプのソケットになります。そしてこちらテールランプのソケットですね。このままですと交換しにくいので、コネクターを全部抜き取ります。配線もこのように外してください。 これでテールランプユニットが取り外せますので、この状態にして安全に交換します。はい、ではウインカー、リバースランプ、それぞれバルブを交換していきます。まずはウインカーバルブ、のオレンジの純正の電球バルブを引き抜きます、はい。そして LED ウインカーバルブをそのまま差し込みます。カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。プラスとマイナスの極性はありませんので、どちらの向きでも大丈夫です。はい、続いて、 LED リバースランプに交換しますので、純正のバルブを抜き取ります。LED リバースランプバルブを差し込みます。こちらもプラスとマイナスの極性はありませんので、奥までしっかり差し込んでください。はい、それではテールランプユニットに戻していきます。配線もガイドにしっかり戻しましたらば、車体に取り付けていきます。 ここで一本だけボルトを仮止めしておきます。この状態で点灯チェックをします。LED ウィンカーバルブと LED リバースランプそれぞれ問題なく点灯していますので、今度は完全に元に戻していきます。はい、ボルト二本もしっかり固定して、養生も剥がして交換取り付けが完了しました。 反対側側の助手手席側も同じ手順で交換します。はい今回の動画新型スペーシア専用の LED 商品の紹介でしたいかがだったでしょうか紹介しましたこれらの商品は当店のホームページオンラインストアで購入が可能になっております商品ページはこの動画の説明文概要欄にオンラインストアの URL を記載してありますのでそちらからご購入をお願いいたします 通信販売でご購入いただきまして、今回の動画を参考に DIY でも手軽に取り付けができる商品となっておりますが、どうしてもお取り付けが心配な方いらっしゃいましたらば、ご来店が可能であれば、もちろん当店での取り付けも受けたまっております。その場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。 そうしますと、こちらから、高賃を含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。さあ、今後もこういった車種専用のオリジナル商品、そしてこちらの新型スペーシアカスタム用の商品も発売しましたらば、このアクアチャンネルで随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。 それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。